日本の南海上の熱帯低気圧が24時間以内にに台風に発達すする見通しですまずは現在の衛星画るか,か南にあります雲の渦だいぶこの渦が明瞭になってきまして台風へと発達しつつある状況を示しておりますこの雲の周辺海面水温を見ていきますとお,およそ30度前後と高い領域になっておりますのでこのあとこの雲の渦は発達を続けて台風になる見通しです この後の風の予想を見ていきますと、現時点ではまだオレンジ色、だいたい風速15メートル前後という領域になっていきますけれども、これが明日になりますと、この赤い領域ですね、18メートル前後といったところが増えてきまして、台風の基準を満たすものというふうに見られます。この雲の渦がだんだんと発達して台風になるということになります。 6日15時現在の熱帯低気圧は中心の気圧が1400ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が15メートルでほとんど停滞しております。これが7日の15時になりますと中心付近の最大風速が18メートルに達しまして台風となる見通しです。その後はしばらく北,北西方向に進みまして9日の時点では980ヘクトパスカル、最大風速が30メートルと暴風域を伴うようになって11日日曜 日には沖縄の南東海上に達して中心の気圧は975ヘクトパスカルまで発達するとみられますただ予報円がこのように大きくなっているということで、えー、進路のブレというのはまだ大きな状況となります、えー、この沖縄に進む速度ですとか東西どのあたりで曲がっていくかという点にも変化がありますので要注意ということになりますそしてこの台風この後の 動きですけれども、週間の天気図を見ていきますと、12日から13日にかけまして、日本の南の海上を進む可能性が高いというふうに考えられます。ただ、この日本からどの程度近づくかによって、梅雨前線に与える影響というのも変わってきます、日本の近くを通った場合は、梅雨前線の活動が活発になり、雨が強まるといった可能性も出てきますので、今後の熱帯低気圧から台風に変わった後の動きには要注意ということになっていきます。 以上、熱帯低気圧から変わる台風に関する情報をお伝えいたしました。